はい、こんにちは、竹下敦史です。先ほどですね、帰宅してメールをチェックしましたところ、アメリカにあるあのマイクを作っているね、こういう、こういうマイクを、これはあの、シュアー社のマイクなんですが、アメリカにあるあのちょっと今の段階では会社名言えませんが、そこのマイクを作っている会社から、まあ、私のね、YouTube を見て、興味を持ったんでテストしてみないかというお話をいただきました。まあ、大変ありがたいことなんで、ちょっと、ね、あの知人に相談してみたら、まあ、そんなにうさんくさい話でもないんじゃないかということで、お受けすることにしました。マイクはね、すごくあの物理的にね、物が動いて電気信号を発生させて、でそれをあの音として拾う、すごくあの興味深いものです。とてもね、あの私マイク好きなので、ぜひねテストしてみたいと思います。今いつ届くのかわからないですが、まあそれだけ自信がある商品なのでしょうから、商品売ってるのか今はテスト段階なのかちょっと詳細わからないですが、また、届いたらね、実際に使ってみて、感想などをお伝えしたいと思います。それでは竹下敦史でした。